おはようございます。昼見る方、こんにちは。夜見る方、こんばんは。ジジイです。今回は、ジャンクショー横浜、ジャンクショーなのかな？横浜つかないのかな？2024年、こちらのイベントに行ってまいりました。でもカメラも持たずに、買い物をサクサクっと楽しもうかなと。で、行ったのが日曜日のもうほぼ最後の時間ぐらいだったんですよ。残り2時間ぐらいかな。土曜日、日曜日とやってて、だからお店の人にも、昨日来てくれればなーって結構言われまして。まあ、でも、割と買い物ができたので、満足でした。はい。皆さんもよかったら、こちらのイベント行ってみてください。まあ、アメトイとかにね、興味がないと微妙かもしれないですが、まあ、装備に興味がある方はね、ぜひ行ってほしいなと思います。というのも、今回僕が買ってきたのは装備5点ですね。こちら。買ってまいりました。アメリカンヴィンテージラバードールっていう、まあ、ジャンルがありまして、要はまあ、ソフビなんですけどね。アメリカのまあ、古いソフビのフィギュア、おもちゃ。まあ、まずはサムネをちょっと回収しますか。こちら。ちゃんとパックマンで、これ、ライセンス取れてるんですよね、おそらくね。でね、何が変かっていうと、なんかね、歯生えてるんですよ、これ。うん。変ですよね。パックマンって、ここがない感じですよね。なんか、もっと可愛らしい感じだと思ったんですけど、なんかね、これ歯が生えてて、結構こう、スクイーズも入ってて、しっかり噛むタイプのパックマンなんですよね。こう、ちゃんとこう、噛む感じで。なんだろう。パックマンに歯があると、無性に変ですね。なんだろう、なんかやっぱイメージにないからかな。すごいですよね。で、これね、おしゃれなのがね、ちょっとこの、パックマンって書いてあるのが、こう平らな位置に置くとわかるんですけど、ちょっとね、小上がりになってるんですよ。これかっこいいなと。結構だからなんか、すごい、なんかいろいろとこうデザインされた感じがする。洗礼された感じはするんですが、なんで歯つけたんだろうな。こういう絵があったんですかね、パックマン。の絵で歯が生えてるやつ。なんだろう、それともなんかこういう丸いホラーボール系のおもちゃがアメリカにあって、それが全部歯が生えてるから、で、パックマンもそれのシリーズで出したいってことでコラボ的に出したのかなとか、なんかいろいろ考えますよね。ちょっとおかしいっすもんね、歯ついててね。はい。でもこれすごくいいなと思って買ってしまいました。うん、そんな全然高くないです。なんかちょっと気になった方ぜひ。一応なんかまあゲームキャラクターでね、人気のジャンルだと思うんで、うん、でも歯生えてるしな。まあそんな感じでパックマンの装備まず買いました。あとこの辺はね、もう全然、ちょっとメーカーもわかんないです。刻印がないんで全くわかんないんですが、ちょっと買ってみました。で、一個が、これうさぎのまあ、ソフビなんですけど、耳がね、揃ってこう、くっついてるって珍しいなっていうのと、あと目がちょっとなんか、怖いんですよ。わかります？なんか目が怖いんですよ。目怖えなと思って。すんげえなんかもう目がもう本当に、やべえなこいつと思って、気づいたら買ってました。でね、なんかね、服着てるんですよ。これ服のモールドがあるのわかります？で、なんかちょっとなんだろう。競泳水着っぽい感じなんですが、こっち見るとね、こうちゃんと胸ポケットついてるんですよね。何の服なんですかね。このウサギが着てるの。なんかちょっといろいろと怖いなと思って買ってみました、うん。動物装備なんですけど、ちょっとホラー風味な感じがしてていいなと。はい。うん、これね、笛は入ってないです。でも笛をつける穴はついてますね。もともとなかったのか、なくなっちゃったのかは定かじゃないです。はい。次が、お猿の装備なんですが、これね見ると、これ、おそらく、看護師さんなのかなっていう。うん。お猿の看護師さんかなっていう感じです。それぐらいかな。情報としては。はい。まあよくある。ね、オレンジっぽい。ペールオレンジ言ったらいいのかな？うん。の感じの、整形色に、なんかね、ちょっと、
シルバーなのかブルーなのか、退色してこうなったのかわかんないですけど、結構かっこいい感じのメタリックが吹いてあって、まあ、目はしっかり塗られていて、これは白だったのかな、元から。なんかね、全体的にうっすら白吹いてあるんですよね。白衣みたいなイメージなのかな。ちゃんとこう、後ろボタンの白衣ですね。うん。なんか可愛らしいなと思って、これも買ってみました。次が、これがね、なんだろう。お姫様かな。ただちょっとね、下がお花なんですよね。これだから、お花に乗ってる感じ。なんかお釈迦様みたいだなと思って買ってしまいました。うん。なんかね、結構色使いが、なんか僕が普段見るアメリカンヴィンテージのこういうやつの色使いの感じがあんましなくて、このね、黄緑のやつとか、ちょっと珍しい色使ってあるなみたいな感じで眺めてました。で、気がついたら買ってました。まあ全体的にね、これ全部穴開いてるんですよね。これでも成形の問題なのかな？なんか、ローテーション成形みたいな感じの。当時のこのアメリカのこの辺のソグビの成形ってどういう成形だったんだろうな。もともと医療用の材料として、医療に使うものとしてソフトビニールってものがアメリカで開発されて、で、アメリカでそれをこうおもちゃに転用したみたいなのがソフトビニール人形の始まりなんですけど、その頃のね、アメリカのこういう成形ってどういうあれだったんだろう。ちょっとね、ローテーションっぽい感じはするんですけど、日本のこう焼いて抜くみたいな感じではない。柔らかい、ね。次が、これはもうちょっとよくわかんないです。よくわかんないです。なんか、なんか手でこう持てる上にリンゴがついてます。リンゴというか顔ついてるんで、リンゴちゃんって言ってもいいかもしれないです。でこれはよくわかんないです。だからなんか、リンゴ型のマラカスみたいなもんなのかな、こう、なんか、なりはしないですけど、でも、押すとこう、スピスピは言います。笛はないですけど。うん。笛はないんですけどね。これはなんだろうな。あ、でもなんか書いてあるな。あ、でももうね、白のね、ある彫り物なんで、ちょっと、わかりづらいですけど、これ、メイドインジャパンって書いてある。ま、日本で作られてアメリカに輸出されて売られたのか、日本で普通に売られてたのかちょっとわかんないですけど、普通にね、岩井産業さんとかがこういうソフトビニールの人形をアメリカに輸出して売っていたりとかもしたので、メイドインジャパンの装備がアメリカのヴィンテージとしてよく転がってることがあるんですよ。そういうのを狙ってよくアメトー屋さんとか今日みたいなね、アメリカンヴィンテージのジャンクショーみたいなのに僕行ったりするんですけど、動物装備が好きなんで、こういう感じでね、メイドインジャパンのもの結構あります。これもだからメイドインジャパンですよね。どこの会社が作ってたんだろう。何を目的でこれ作ったんですかね。これ何に使うんですか。いや、何に使うんですかって言うたらこれもそうだし、これもそうなんだけど。まあちょっとわかんないですけど、かわいいっすよね。よくわかんないんで、買いました。ちなみにですね、パックマンはちょっと数千円しましたけど、この辺全部何百円とかです。何百円とかで、売ってました。まあそんな感じで、すごい安く買えるんですよ。今まだ。この辺のソフビって、まあ、日本の動物装備よりもこう安かったりするんで、今ぜひ皆さんもですね、まあこちらのジャンクショー結構そのコンスタントに行われてるみたいなんで、こちらに行ってこう一気にいろいろ見るのもいいし、まあ全国津々浦々アメトイ屋さんとかあるじゃないですか、アメリカンビジネスショップとか、おもちゃじゃなくてもその雑貨屋さんとかそういうところもあると思うんですけど、そういうところ覗いてみるとね、結構こういう動物系のソフビがあったりするんで、これ、まあ、人間も動物ですよね。これは植物か。こういうのがね、あったりするんで、ぜひぜひ皆さんも、この辺、お安くね、買ってこう、楽しめるんで、触り心地もね、柔らかくって、気持ちいいので、ぜひぜひ皆さんも、この辺のアメリカンヴィンテージのソフビ、ぜひちょっと手にしてみてはどうでしょう。ほんと何百円で買えるんで、楽しいです。そんな感じで。それではまた次の動画でお会いしましょう。